フェルスタッペン、レッドブル、優勝。オランダで勝って、想像もしていなかった9連勝という偉業を成し遂げることができ、とても誇りに思います。レースが始まる前に、オランダ国家を聞いて鳥肌が立ちました。レースは、雨が降り慌ただしい場面もたくさんあり、落ち着いて正しいタイミングに、正しい判断をすることが重要でした。母国でのレースウィークは、とても素晴らしい雰囲気に包まれ、ファンのおかげで、この勝利が、 より特別なものに感じました土砂降りの雨で観客の皆さんはずぶ濡れだったはずですがそれでも音楽に合わせて踊ったりして素晴らしい時間を最後までサーキットで過ごしてくれたようで感謝していますペレスレッドブル4位残念な結果となってしまいました最初のピットインはうまくいったのですがその後突然の雨のために急遽ピットインしなくてはならずピットはインターミディエートタイヤに変えるための準備が整っていませんでした ピットレーンに入った時は完全に水浸しだったので、マシンのトラクションを失い壁に衝突し、少しスライドして制限速度をオーバーしてしまいました。レース中の混乱を考えれば、まずまずの結果だったのではないかと思います。チームは広い視野で、レース中の判断を下しますが、僕たちドライバーは、すべての情報を把握できているわけではありません。そのために戦略があり、チームの合図で動けるのだと思います。 良いペースで走れていたので表彰台も可能でしたが叶えることができずとでも残念です。